まるで全てが黄金のようだ。比べ家にお世話になる日、千尋の手を引いてみた夕日と同じだ。千尋、千尋が何者であろうと、どんなに変わろうが私の家族だ。高俊さん、来てくれたんですね。あれは俺たちの騎兵じゃないか。そりゃ来るさ。あれか。はい、あのビルに騎兵があります。不思議なもんだな。間もなくここが戦場だ。未来だという、こんなわけのわからない場所で訓練してきた本土防衛戦をやる。実際がどうあれ、あんな最新兵器で戦えるだけ俺たちは恵まれている。高俊さん、私に何かあれば千尋をお願いできますか。バカ野郎貴様の窮地には俺が必ず駆けつける。死ぬ時があるなら俺が先だ。弱気になるな。誰が死ぬものか。はい。気合が足らんぞ慶太郎。行きましょう。騎兵を取り返します。おう。懐かしいな。動くな。まだいたか。銃の威力は弱めてあるから殺しちゃおらんだろうが、こいつらには悪いことをしたな。高俊さん、ありがとう。おかげで騎兵の元まで戻ってこれました。礼はまだ早いぞ。夏野さんが先に出ているようなので私は行きます。大手柄の方は俺に残しとけ。俺もすぐ追いかける。DJ、 もう一人の私の話通りなら今なら騎兵は起動するはずだ。必ず守る。たとえこの命に変えても。